皆さん、明けましておめでとうございます。今年またよろしくお願いします。今日は1月3日ですね。今日は私家帰ってきました。遊びの会遊び、大阪から遊び来ました。今日家帰ってきました。ちょっとゆっくりやる。私少し風あってます。お正月31日に家族4人で大阪の遊び行きました。船サフラワ、大きいの船、ネルですね。あの、こっちに乗って、朝8時半に、大阪着いてます。ちょうど1日に着いて、車、皆さん、浴衣旦那さんも、運転は、自分で車、船からいてですね。車行った方が楽。いろんな荷物もいろんな持ってて、ちょうど1日に車もないでゆっくり走りました。大丈夫です。ちょっといろいろ危ない方けど、まあ家帰ってきた。大丈夫です。次は最初は US。US。ゆとちゃん何か遊び USA? USA?、USA に遊び行きました。すっごいびっくりしました。人多くて。10時半に USA 着いて、めちゃめちゃ並べ方ですね。もう私の田舎から遊びに来たけどね、もうなかなか待って時間はない。ポップコーンも食べれなかった。ちょうどお昼前にね、そしたら、でね、本当にね、ちょっと見て待ってだけ。待って、お土産だけ買って、そしたら子供ももう別のところ行こうかって言った。で、皆さん、トイレもすっごい並べして15分から、うわー、大変かった。もう別のところ行った方がよかったなと思って、別ところに行った。今度お昼ご飯ね、タイのレストラン、ベトナムのレストラン、ずっと美味しいもの食べました。よかったです。あと、また皆さんに写真見せます。あとはね、どこ行こうかな。あと、言うと、どこ行った？大阪よ、言うと、大阪だね。大阪よ。大阪城、大阪城も行きました。はい、あと皆さんに写真ちょっと見せます。パパ食べてみて、パパのすごい味わかるから。美味しい。どうだった？美味しい。久しぶりだね。エリー、どう？最高、本当美味しいでしょ。ラムスみたいで。わー。行く？わどこ？みんなこう大阪で、もうちょっと見たい。じゃあ昔は何？
入れなかった。